じゃあドレイブン使っていきまーす。はい、歯科、歯医者さんいたら僕に連絡してください。録画開始開始、歯列矯正。ノイルスさん、草。ミニオンが出撃しました。ガオリンさん、味方のジャングルバンク。白草、開始開始。白米さん、開始。脇汗ペロニーさん、開始開始。メタボさん、大ゴールって。レイヤフーさん、ミニアットドレイブのイブレックススレッシュ。涼しい顔さん、どうも機械院で働いてます。え？ありゃ？来た、ついに。求めし人材。ついに来たか。ついに来た。始まりこれ。にゃ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 ー。まずい。こいつがEを取って、E取ってないか、こいつ。E取ってなさそうだな。UWって取ってね。もう味方のジャングルが戦うかもしれないから寄せてあげて。よし、ようやくストームレーザーからいけるぜ。ドレイブのストームレーザー強いんだよな、普通に。シンプルなやつ。シンプルに強いやつ。ナイス。でも言っていいけどな。こっちじゃなーい、フラッシュない方。レイヤフーさん、6センチ剣話ですか。うわー俺のキルちゃうんかーい。スグル、吉村さん、ストームレーザー自体強し。俺のキルじゃなくて草。敵を倒しました。ストームレーダー強いね。まあまあまあ別に。ウルトなくなっちゃったねー。ウル5になったか。あ、使った。使ったね、ルルちゃんね。まあ別にいいか、ここでキル取らんでも。
なんでやー、もうなんとでもなれよし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 。メタボさん、8割やっちゃう。もうなんとでもなれや。ダオリュウさん、今のマジか、わら。まずいっすね。まずくないっすね、これ別に。アルティメットあんな、こいつ。マイルツさん、これ8分ファイナルファンタジーかもな。うまげだったっけ。うわーこんにちは、ジャパニーズフレーズ、マイネームイズ、あはん。4000円持っとる。ダオリンさん、恐竜来た、わら。びっくりした。降参した。ジジイ。短すぎるやろ。はい。7900。この動画をね、動画にするために。ドレイブンの、簡単な解説でもします。ドレイブンの簡単な解説しまーす。ついでにね、みんな壊れちゃった。レーニングでもよかったね。あ、ルルルの E の時に殴らずにさ、まあ、ルルがまあいい先打ちしてたってのもあるけど、ルルの E のタイミングでは殴らずにしっかりレーンで有利取ってダイブっていう綺麗なドレイブンの流れができた。しかも2人で完結できたしね、基本。あれはいいドレイブンのレーニングだと思いますよ、基本的に。はい、簡単なね。まあ、ドレイブンというのを解説動画ありますけど、軽く、ドレイブンの強い動きを。まあ、まず、最初の、あれ、5、レーン絶対押せるから、ワンウェーブ押した後の1体勝って、もう2レベルになった瞬間に2スキルを押しながら突っ込むのは、まあ、まあ、ベターな話として。まあ、斧の拾い方っすよね、これ。まあ、棒立ちで打ったら大体同じ位置。大体同じ位置。前に押しながら出すと前に出る。後ろに押しながらすると前、ちょっとね、こうだからちょっと調整すれば拾える。これで、ほいって。やっぱ拾えて、で、2スキルを回すのが一番大事。この2スキルには、攻撃速度アップと移動速度アップがあるから、スキルも避けれるし、なんかこう、俺的にはこう、落ちる直前で拾うってのが一番いい、こう。こうやって殴りながら拾って、こう走る。こんな感じっすね。まあ、落としたら使えばいい。拾えばいい。使えばいい、球を。ね、あと、こう2個持ってるとき、2個持ってるときに、こうやって1のスキルが上がったときは別にこれ1個拾わずすぐ使えば別に回るから。まあこれを練習するのが一番いい、ドレイブンは。まず。この拾う直前で2を押す。あ、これ大事です。まああと殴りに行くときはもう基本的にこうでもうこうでこうでこうでもう、もうこ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 うもうこうもうあとこうあとこうあとこれです。で、あとウルト打つときは、相手のフラッシュがあるかどうかはマジで考えた方がいい。もう殴って殴って殴って最後のとどめに使うか、普通に削りに行くのに使うのかは、相手のフラッシュの有無で、ウルトを使うのを決めるのが良いと思います、私。ご参考になりましたら、ね、チャンネル登録とね、高評価、よろしくお願いします。みんなも、ドレイブ使ってみよう。破壊しようぜ。